やや緊張気味にやってきた新人議員。先月9日に行われた島根県議会議員選挙では議員36人のうち9人が初当選、今日初登庁を迎えました。議員バッジの交付を受け、議会事務局の職員からバッジをつけてもらい、議員としての生活をスタートさせました。今日の全員協議会で丸山知事は議員に対して、これから4年間人口減少対策を柱とした島根創生計画を確実に進め、県民の経済と生活を守り抜いていきたいと述べました。島根新時代に向けてしっかりと一歩を踏み出していきたい。このふるさとのために働くこの役割をいただいたと。投票していただいた方の思いを胸に身の引き締まる思いでいっぱいです。こちらは4年前の映像。島根県議会の自民党の議員は2019年の知事選で支持する候補が分かれたことを発端に、自民党の会派が2つに分裂しました。今年の知事選では2つの会派がともに丸山知事を支持したことで分裂は解消かと思われましたが、自民党系の会派は今も2つに分かれたまま、中でも第2会派は名前を変えて再出発することになりました。2つの会派は政治的スタンスや議員同士の関係性などから折り合いがつかず、別会派のまま進めることに。以前県議会自民党だった会派は自由民主党ネクスト島根と名前を一新。自民党系の新人議員のうち6人は新しい名称の自由民主党ネクスト島根、また1人が自民党議員連盟に所属しています。しかし新人議員の中には会派分裂へ複雑な思いも。会派が別々であることはあまり私の中では意識はなくてですね、逆にまあこうやって新人の方9人の方でこれからどうやってこの県議会を少しでも新しい風を吹かせていけるかということも大事なことだと思ってますので、会派の考え方については私はやはり一つになるべきだというような、この一本化することに関して私は決して諦めるつもりもありませんし、将来的には必ず一本化して自民党という一本の柱でしっかりと県政の方に挑んでいくべきだと思っております。新人議員9人が入り、新たな政治の風を起こすことが期待される島根県議会。6月定例会での発言が注目されます。